山本由伸は NPB 最終年ダルトマー君と比べてどう？正直、日本時代のダルビッシュよりすごいよな。出力がだるいかと言ってるやついるけど、マジで互角やわこの二人。山本は三振少ない、ダルマーなら200は取ってた。あんまり語られてないけど、5年連続でホイップ0点台いけそうなんよな山本。ダルビッシュでも3年連続が最高や、ほんますごいわ。ライバル不在が悔やまれるな、ダルマー金子、杉内の時代が懐かしい。防御率このままやったら、21世紀以降のシーズン防御率1位か。田中マーの 1.272 が現在、最高記録。マー君見たく、メジャー挑戦初年度で怪我とか、しないといいなぁ。3年連続、沢村賞ならカナダ以来、史上2人目。ダルマー前県菅野越えを果たす。